田島道春、田島道春、田島道寺、1885年、明治18年7月2日から1968年、昭和43年12月2日は、日本の実業家、銀行家。戦後、第二大区内府長官、初代区内町長官を歴任し、GHQ、連合国軍最高司令官総司令部の占領下に、あって、宮中改革に尽力した。 1885年、明治18年7月2日、愛知県名古屋市の各伊勢山城に、田島五郎作、カオル夫妻の三男として生まれる。聖火の田島家は、三河国高浜に500年続いた旧家であったが、明治維新によって没落し、名古屋へ移っている。母、カオルは、田島が8歳の時に亡くなっている。愛知県立第一中学校に進んだが、 同校3年時に単身上京し、東京府立第一中学校へ転校した。同級生に市川三期などがいた。府立一中を2番の成績で卒業後、旧制第一高等学校を経て、1910年、明治43年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業する。東京帝大時代には、二戸ベイナを敬愛し、 ニトベ家に所生として住み込みをした。鶴見雄介、前田多門、岩永祐吉と共に、ニトベ四天皇と呼ばれ、ニトベの死後は、五ニトベ博士記念事業実行委員会を結成し、代表となっている。ニトベ稲造及び内村勘蔵の文化生の中心人物の一人で、無教会主義キリスト教徒であった。1911年、明治44年、愛知銀行。 後の東海銀行、現在の三菱 UFJ 銀行に入行し、調査部長となる。1916年、大正5年、鉄道院総裁の後藤新平に引き抜かれ、総裁秘書となり、1919年、大正8年には、後藤新平、二戸ベイナ鶴見雄介、岩永祐吉らと共に外遊をしている。帰国後の1920年、 大正9年愛知銀行に戻り常務取締役に就任した。昭和金融強行後の金融破綻の収集策の一つとして1927年昭和2年井上淳之助らの肝入りで昭和銀行が設立されると田島は同銀行常務取締役、ついで東取に就任し再建返済と厳格な基準による破綻銀行の査定を実施している。 また、昭和銀行頭取の退職金を担保にして1937年、昭和12年、民教学寮という学生寮を作り、人材育成を試みた。田島自身、週に1回、早朝、論語の講義を行っている。1938年、昭和13年、日本産金振興会社社長に就任する。同社は、商工省監督の国策会社であり、以後、 田島は、全国金融税制会理事、日本銀行参与などを歴任した。戦後の1946年、昭和21年3月、大日本育英会、現在の日本育英会日本学生支援機構、会長兼理事長事務取扱いに任命される。また、同年7月には、貴族院議員に直選され、日本国憲法など重要法案審議に参加している。 1948年、昭和23年6月、足田人志首相によって、宮内府長官に任命される。昭和天皇は、宮内府長官、松平芸民と自重長、大金増次郎を交代させることに難色を示していたが、足田は、宮中改革を実行するために交代を断行し、田島が、宮内府長官、三谷隆信が自重長のコンビが成立した。その後、 国内府は、国内庁と解消され、国内省時代の官僚機構も縮小、改変されるが、田島は、占領時代にあって、足田の後、首相になった吉田茂と密接に連絡を取り合い、戦後の天皇、皇室を取り巻く、諸問題にあたっていった。弱音を吐かないことでは、天下一品と言われ、従来、自重職などの、いわゆる、奥の力が強い宮中、国内庁で、 長官官房に権限を集中させた。二戸内村文化生の三谷隆信と田島、宮内庁長官、三谷、自重庁、1965年、昭和40年までの宮中クリスチャンコンビとして戦後の宮中改革に尽力した。このコンビは田島が宮内庁長官の後任にクリスチャンの宇佐美武氏を指名し、田島三谷から宇佐美三谷にリレーされた。 そして、宮中の民主主義教育の促進や道子皇太子費の実現などの功績を残すことになった。1953年、昭和28年に、宮内庁次長の宇佐美武氏を公認とし長官を辞任した。長官辞任後、壊れて東京通信工業株式会社の監査役に就任する。これが、後のソニーで取締役会長。 相談役を歴任し社内からは会長さんと親しまれた。1968年昭和43年12月2日入院中の宮内庁病院で死去した。宮内府、宮内庁長官時代の昭和天皇への配越の様子を配越期と題する資料として残していた。この資料は2019年に遺族が NHK に開示し、その結果、これまで 明らかにされてこなかった昭和天皇の発言などが明らかになった。このうちサンフランシスコ平和条約発行による日本の独立回復を祝う式典昭和27年5月3日開催で昭和天皇がお言葉の中に戦争への深い開墾と二度と繰り返さないための反省の気持ちを盛り込もうとしたものの当時の吉田茂首相の反対意見を受けて 削除を余儀なくされたことが明らかになった。また、昭和天皇が旧軍を否定する一方で、東西冷戦の激化とソビエトの侵略を現実的な脅威とみなし、憲法改正による再軍備に言及していたことも判明した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。